さあ、ということで、即ボイスをお届けしていきたいと思います。だいぶね、夜遅くなってしまいましたけれども。えー、今日は本当にバタバタとしておりまして、あの、私、スタジアム DJ をね、あの、担当できなかったんですけれども、えっ、ー、と、まあ、午後1時からですね、 えー、ルートイン BC リーグが今日から開幕ということで、群馬ダイヤモンドペガサスホーム開幕戦になりましたので、えー、YouTube でそちらの実況の方に、えー、私行っておりました。で、えー、っと、そちらの方もね、9対6で福島に勝ちまして、えー、ペガサスの方も、勝ったんですけれども、えー、正田所有スタジアム群馬で、えー、ザスパクサツ群馬対ビファーレン長崎戦第8節が行われました。結果は、 一対、0で、勝ちました。カメラを揺れながら、カメラを揺れながら、勝ちました。これで、三連勝ということで、え素晴らしいですね。この三連勝は、 本当に価値のある3連勝だと思います。特に今日、まあ、長崎が相手だったということで、で、今日が、ね、終わる前までは、えー、通算の対戦成績が本当にまあ、長崎に対しては、ザスパ部が悪くて、えー、一1勝1分け14敗というですね、えー、対戦成績でした。まあもちろんメンバーとか、監督とか、えー、変わってる中で、で、 あのー、まあ、今年ね、あまりそういうことを気にしないで戦ってほしいなというふうに思ってたんですけれども、やはりね、こう相性というところもありますので、まあ、試合が始まる前までは、えー、まあね、自分たちがやっているサッカーに自信を持って、えー、やりきってほしいなというふうに考えておりましたけれども、まあ、見事にやりきってくれたなと思っております。 えそんなまあ相性悪い相手に対してね、あまりこうリスペクトせず、はい。まあもちろんあの、違う意味でのリスペクトというのはあるんですけれども、えー、リスペクトしすぎることなく、あ果敢に立ち向かってくれたなというふうに思ってますし、えー、特に良かったのは僕は守備陣かなという、守備のところかなというふうに今日は思ってます。 えー、ゴールに関してはね、あの、それも素晴らしい、あの、江戸の切り返しからのクロスで、そこで佐藤亮が合わせて、で、一回ブロックされますけれども、えー、押し込んだっていうような形になるので、えー、その、江戸それから、あ、佐藤亮の仕事っぷりっていうところも、まあ、本当に拍手を送りたいなっていうふうに思いますけれども、 で守備のところでですね、相手の、例えば、フ安ンマデルガドであったりとか、うん前目のね、あの選手だと途中から入ってきた笠柳ナギであったりとかで、怖い選手がいた中で、あの、しっかりね、一人だけじゃなくて、 えー、二人でこう挟み込んでディフェンスをしてボールを奪い切るであったりとか、あの、まあ、ミスもね、あのー、多少ありましたけれども、全体的には、えーまあ、セーフティーファーストというか、まあ、今日風がね、非常に強かったところもあったので、えー、その点難しかったんですけれども、えー、そういったところも味方につけて、戦ってくれたかなというふうに思っております。 で、この相性悪い相手に対して、まあ、3連勝目っていうのをもぎ取れたことっていうのは、えー、非常に選手たち、それからチームにとっても自信になりますし、この勝ち点3、えー、3連勝の3連勝目っていうのは、本当に大きな意味を持つと思います。えー、ですので、まあ、このまま、 うん、本当に今やってることというのは非常にいい形が多いので、えー、これをね、しっかり、次節、次節に、えー、つなげていくことが大事になってくるかなと、えー、個人的には思っております。で、こっから連戦で、えー、次の試合がすぐ来ます。4月の12日、えー、水曜日になりますけれども、大宮戦、えー、これがアウェーで。 えー、ナックファイブスタジアムで行われます。で、えっ、ー、と、4月の16日、これもアウェイなんですけれども、J3 から上がってきた岩木 FC との、えー、アウェイゲームっていう形で、ここ、水曜日、日曜日っていう風に、えー、またね、すぐ試合が来ますので、 えー、この第9節、第10節に関しても、えー、今までやってきたことにしっかりね、あの、これ3連勝というのは本当に素晴らしくて、えー、自信をね、どんどん深めていいと思いますので、えー、自信を持ってナック5に、えー、乗り込めればいいかなと思っております。で、大宮がですね、あの、今日もナック5スタジアムで勝ちまして、えー、ホームで全勝、で、アウェーで全敗、 っていう、あの、内弁系っぷりを、あの、発揮してますので、えー、次も、ま、ホームで、うちとの対決というね、えー、逆に大宮は大宮で自信持って、えー、来ると思います。で、そこもね、やっぱりビヨンドしなきゃいけないかなと思うんですけど、まあ、今回あの、長崎に勝てたこと、三連勝できたことっていうのは一つのビヨンドだと思うんですけど、えっ、ー、と、大宮の、 えー、ナックファイブスタジアム大宮で、えー、ザスパがね、えー、勝ってないっていうところも、やっぱりビヨンドしなきゃいけない。で、いい形になってますから、あまりね、その、なんて言ったらいいのかな。 ま、相性とか、うん、スタジアムとの相性もあると思いますが、あまりそこは気にせず、えー、今、やれてることで、対大宮っていうところで、えー、期間は短いですけれども、日月カート使ってね、あの、しっかり対策を立てて、で、ナックファイブスタジアム大宮での、えー、初勝利っていうのを期待したいかなと思っております。えーまあ、今ね、順位5位に上がりました。 で、えー、一つ順位を上げました。で、ここまで勝ち点14というのはね、非常に立派な数字だと思うんですけれども、えー、っと、ここでね、安心せずに、えー、まあ去年もね、序盤非常に調子が良かった。でも夏場、えー、失速してしまったっていうところがあるので、まあやっぱり目の前の一試合一試合だと思います。はい。えー、あまり気を緩めずに勝ってカブトの王を締めようじゃないですけれども、えー、しっかりね、えー、ここは、あまあ、 中3日で、えー、リカバリーも大変だと思いますけれども、しっかりリカバリーしていただいて、えー、大宮戦、えー、また期待したいなと思います。えー、即ボイスの方も4月12日、えー、お届けしていきたいと思います。本当は、ナックファイブスタジアム大宮行きたかったんですけれども、ちょっと仕事が入って、えー、しまったところで、ちょっと行くのが難しいかなと思っておりますので、えー、現地に行かれる皆さんは、えー、託しますので、えー、ぜひですね、 えー、勝ちさんをお土産に持って帰ってきていただければと思っております。えー、まあ今日はね、あの、スタジアム DJ 私ではなくて、えー、くれまるちゃんが、はい、ワンズボイスからくれまるトシキが、えー、担当しましたけれども、くれまるにとっても初勝利ということで、えー、本人もすごくすごく喜んでました。 うんえー、なんかほっとしたというね、はい、えー、感じが見えましたけれども、えー、こっからね、またワンズボイスもザスパーを盛り上げていきたいと思いますし、で、えっ、ー、と、ペガサスの方もね、あの仕事してますので、えー、なんかそういったところで、こう、群馬のスポーツから、 んなんか盛り上げていけたらいいなと思いますし、元気を皆さんとね、共有できたらいいかなというふうに思ってますので、えー、ぜひこれからもよろしくお願いします。さあ今日は長崎戦1対0で勝ちました。3連勝です。よかったということで、えー、即ボイスお届けいたしました。4月の12日にまたお会いしましょう。それでは。